本田明子さん。自由民主党本田明子でございます。今ほど、期間延長と区域変更についてのご報告ありがとうございました。またこれからの感染拡大防止に向けた具体的なご説明もいただきましてありがとうございます。その上でご質問をさせていただきますが、感染者が短期間に急増すると、緊急的な患者対応が求められるわけでございます。そうしたときに重要となりますのが、コロナ対応の病床であり、また後方支援となる一般病床への連携が不可欠だと思いますが、こうした今の病床の確保状況とをお聞かせいただきたいと思います。西村国務大臣。お答え申し上げます。ご指摘のように新規陽性者の数が増加していく中ですね、それより遅れて病床使用率は増えてまいりますし、また重症者の方の数もですね、遅れて増加する傾向にございます。大阪府兵庫県においては病床使用率も含め、極めて厳しい状況が今続いているところであり、全力を挙げて支援を行ってきております。国としてこれまで医療機関の支援として 4.6 兆円の予算を計上して、最大1床当たり1950万円の支援を行ってきているところでございます。昨年5月時点のコロナ病床数が1万6000程度でありましたけれども、現時点では約3万床に増加をしてきております。特に今申し上げた大阪府逼迫している中で、国からそれぞれの機関への働きかけを行い、137床の増床を確保したところであります。看護師、また厚労省の職員、あるいは保健師などの派遣もですね、それぞれの県に行っている都道府県に行ってきているところでありますけれども、大阪府においては派遣師、これまで約133名の派遣を確保し、派遣をですね、順次進めているところでありますし、兵庫県に対しても46名の看護師確保し、派遣の調整を進めているところであります。いずれにしても医療提供体制の確保に全力を挙げていきたいと考えております。本田さん。ありがとうございます。オペレーション機能がうまく働くことがとても大切だと思いますので、今もございましたけれども、引き続き都道府県と緊密に連携し、病床確保がうまくいくように努めていただきたいと思います。その上で、先ほどもすでに具体的な、感染拡大防止についてのご説明もあったところでございますが、あと一歩ですね、感染拡大防止に向けて今後どのような対策を取っていかれるのかをご説明いただきたいと思います。西村国務大臣。お答え申し上げます。今回変異株、感染力の強い変異株の影響を受けた感染急拡大によって、大阪、東京の新規陽性者の数が1000人を超えるレベルに、中で、そういう状況に、あったわけであります。大型連休中、例年人々の活動が活発になる時期でありますので、感染拡大を抑えるためにそうした人流を抑制するということで、今回飲食店の時短要請に加えて1000平米を超える百貨店などの大型商業施設の休業要請、あるいはイベントの無観客化など集中的にですね、厳しい人流抑制の措置を取ってきたところであります。これによって本当に多くの皆さんのご協力をいただいてですね、一定の人流減少の効果は見られてきておりますが、引き続き感染レベルが高く病床も逼迫してきているということからですね、連休を終えた中で人々が通常の生活パターンに戻る、そうした中、引き続き人と人との接触を減らす徹底した対策を講じていきたいと考えております。特に昼間の人流抑制するために出勤者数7割削減ということを目指してテレワークを働きかけているところでありますけれども、経済団体に対しては実施状況をですね、それぞれの企業に開示していただく、こうしたことも含めてですね、要請を促進をしていきたいと考えております。飲食店には申し訳ないんですけれども、引き続き時短、そして酒類、カラオケ設備の提供は止めていただくと、またイベントの開催や大型店舗の時短に対する要請につきましてもですね、東京都や大阪府は引き続きこれまでの対策、同等の対策を取っていきたいという意向もございますので、それぞれの知事の判断でそうした取り組みを行っていけることとしておりますが、国としても支援をしっかりしながら連携して対応していきたいというふうに考えております。本田さん。はい、終わります。横澤貴則。